皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ今回もねこちらのパークでやっていきましょう。やっぱ安定よねメグちゃん。そしてメンバーは鳥と T シャツジェイク、救急キット、そしてね新衣装クローデット、フラッシュライトからのメグちゃん。あ、新衣装になる鳥 T でいく、救急キット持ちメグちゃんと。うん、まあ、今回ね皆さんアイテムを持参していると。となるとね、宝箱の中身はこれ私いただける感じでしょうかね。私はね今回こちらでやっていきましょう。いやーこれみんな派手派手衣装じゃん。みんなこれターゲット取る感じかな。そしてねランク見てわかる通り新シーズンランクリセットがね来ました。そうランクリセット来てんのよね。あ、これ切り濃くなるのと、月の位置がちょっとあれっていうやつだったかな。うん、というあれでございます。ちょっと明るくなるとかだったかな、うん、だったかと思いますけど、そうあの新シーズンじゃなくって、ね、ランクリセットが来ました。そう1ヶ月に1回ねあのランクリセットが来るので、まあ私もねランク10、11ぐらいかな、まあ、中ランク帯にいたんだけど、まあね、そこから7か8ぐらい下がって、18となっておりますのでね、まあ、コツコツやっていきましょう。まあ、このランクリセットになることによってまたねあのランク帯がこうどうだろう、同じランク帯だけでこうマッチングしなくて、みんなね多分同じようなところにいるから、そこから上手い人っていうのは本当2日とか3日でねもうバッと駆け抜けていっちゃうから、今のうちに一緒にやるとね、もともと中ランク帯とかね高ランク帯にいた生存者と、まあ、一緒にプレイしてね超絶プレイを見せてくれることもありますのでね、私もねランクリセットされてからすぐ来ております。ただね今回ランクリセットされてから私ちょっとやってた感じね、なんかこうダッシュバグみたいなのがね新しく出てたんだな。回線が重いせいなのかな。さあそしていつものコーン畑か、ちょっと待って、始まらない、怖いな回線、大丈夫、ちょっと見晴らしがいいからしゃがんで。そうそう、あのランクリセットになってね私もちょっとプレイしてたんだけど、ダッシュバグっぽいのが起きてて、なんかこう建物とかがある場所の近くで走ろうとすると、走ってるはずなのに歩きボタンに歩いちゃうっていうね、バグが発生してた感じだったんだけど、まあ多分すぐ治るんじゃないかな。みんな今ねあのランクリセットで、あとはもしかしたらちょっとバグ修正とかが入ったのかな。でちょっとデッドバイの方ねこのゲームに負荷がかかってるのかで、まあまあそういうことがね起きると、トーテムこれトーテムちょっと後でやりましょうか。ひとまず小屋の中宝箱はなしと。ん？切られている、大丈夫か。こちらは安全だから多分逆側だよね、クローデとかね探してるね、発電機どこかなっつってひとまずちょっとここトーテム壊したら発電機、私この隅っちょりのやつねやりましょう。そうなんだよね、あの新シーズンが来たりねバグ修正されたりするたびに、まあ、デッドバイの方をねすぐプレイすると、まあ、なんか新手のバグとかがね発生したりするのでね、皆さん要注意でございます。さあ、ひとまずちょっと私今回も、コントローラーでやらせていただいております。そう最近ねなんかそう私のプレイがねあれ上手くなってるじゃんってこう思っている本当ごめんそんなこと言っちゃいかんかった、上手いとか言っちゃいかんかった。そうスキルチェックのねミスがあれ減ったんじゃないですかみたいな。来てるわ殺人鬼、来たか、来てるん来てるん、こっち来てるん、怪我してた人も治療して終わってるん、これちょっとここ隠れちゃう。そうあのコントローラーでねまたやっておりますので、まあ昔のね昔の感じにこちらになっておりますので、まあスキルチェックに関してもねやっぱりキーボードの方がすごく難しくって、もうこのスペースキーのこの押し込みのその距離だけで私結構ミスっちゃうのよねそうだからね最近そのコントローラーでもまたしてもちょろちょろプレイさせていただいております。何今回の写真、ん？なんか今草むらに見えたな、ん？トラッパーじゃねえこれ、トラッパー来た、これトラッパーや、あ釣られてしもうた、どこ行ってしもう、あっちか、ちょっと待ってろ、ちょっと待って、ここちょろっとだけいじってからそこか、ん？もう救ってんじゃん、早い早いな、あらら、もうあれかな、トラッパーが足元に罠をかけようとして、救った感じ、いけてるね。ちょっと待って、私ここ発電機
一つはね、発電機つけなくっちゃ。ただ今一人がね、ちょっと時間を稼いでくれてる間に、まあ2名、あそこか。2回目だよね、次。ちょっと待って、やばいよね。ひとまずいじって。あら、すぐ吊るさない？来た。ちょっと近くに生存者がチュルチュルしてたのかな。向こうか。どこまで行っちゃうんだ？え、地下室じゃないよね。今回中央っぽいところ、地下室あるんじゃない？ただトラッパーだから足元注意してからのドワッシュ。あと草むら怖い。そう、草むら怖いんだよね。あー、ここか。いや、これ難しいね。こっからの救出か。で、2人がそこうろうろしてて、でトラッパーがね、道のところにかけてると。いや、今回ね、生存者いいパークつけてくれてるおかげでよく見える。さあ、そしてそこ、うわっ、怖い怖い。ちょっと待って、みんなが様子伺ってる。あ、ロッカー開けてやり過ごせるかな。うん、危ない。大丈夫か。じゃあこの樽のところでさ、この樽っぽい、これで、あ、危ない。あ、生存者がおびき寄せて、今だ、いけるぞ。ちょっと待ってろ。ただそこの道のところにかけていたから、そこだけは避けてからの、メグちゃん、やばいよねこれ。どうしよう、どうする、どうやって行こう。こっちまずい。隠れた、メグちゃん、行くわ。あれ、ロッカー隠れちゃったかな、メグちゃん。いや、これでも見つかっちゃうよね、あれ。どうかな、うまいこといける。たまに殺人鬼もね、こうやってパーつってね、走ってくるメンバーの方にね、ターゲット絞ってまた行く場合もあるから、地下室でね、ああやって一気に助けられてから駆け上がらないっていう方法もね、確かに有効だけど、見つかっちゃったか、ロッカーの中。メグちゃん、でも次で行っちゃう？まだいける？でも次3回目だよね。もう いけないよね。ダメだわ。さあ、メンバーが少しはけていくと。ああ、切られてる。あそこで発電機か。ナイス。うん。私もちょっと持ち場に戻りましょうか。お、ナイス。さっき私が手をかけた発電機かな。うん。まあまあ、半分ぐらいまで生きてたもんね。ここですっとやり過ごして、じゃあこちら付近のね、発電機。あ、中央いける？中央結構なってる。さっきパンやってたんだよ、ここ。そして中央はね、宝箱がありますので、ここね、ちょっと付け切ったりしたら、まあ、地下室私隠れようかな。地下室回避がまあ有効だと思うから、それでちょっとやらせていただきましょう。さあ、向こう側に殺人鬼が来ているはず。ジェイクだ。ジェイク、こっち来たんや。いやー、今回ね、やっぱみんな一応近くに、あ、ジェイク、地下室行ってしまうん？宝箱かな。ひとまずポイント、これポイント欲しさにジェイクが走っていったと。じゃあちょっと私ここん、キュキュキュッと。ジェイク、あれ、宝箱開けなかった？なんかの確認に行ったのかな。あ、わかった。メンバーのアイテム交換したんじゃない？そんな感じがする。さあ、そしてここつけちゃったら私ね、近づく隠れ。オッケー、ナイス、ノーアイス。ジェイク、アイテム交換したっぽいね。まあ、今回ね、4人中3人がアイテム持ってきてるからね。ああ、そうね、多分これと交換したんじゃないかな。あ、いいやつやん。あ、でも残量がやっぱ減ってんだね。そして、今上に来て、あ、ロック開けてる。いないもんね。上にもいないもんね。近下もんね。あ、行ったかな？見に来る殺人鬼もいるんだけどね、見に来ない場合は本当比較的平和なのよね。そして殺人鬼が吐き次第宝箱もいただけると。あそこ走ってんな、あっちの方行ってる？気づいてはないか、殺人鬼。まだ近くちょっと見てるみたい。行ったか。 OK、 じゃあ宝箱開けましょう。上のところにも宝箱あるからね、ここ2つあるから美味しいよね。さあ、中身は何だろう。救急キットをどうしようかな、持っていこうかな。あ、フラッシュライトか。ちょっとじゃあここ分かりやすいとこ置いとこうか。うん。で、フラッシュライト、まあ、緑色フラッシュライトってそうそう手に入るもんじゃないからね、こちらもいただきましょう。まあ大体がね、黄色、救急キットじゃない、黄色の、まあ、フラッシュライトだったりするんだけど。宝箱行こう。そうね、どれぐらいの確率かな、8回とか10回開けて1回ぐらいあるかもぐらいの確率かな。もっと低いかな。そう、フラッシュライト、こちらね、普通のフラッシュライト、あれはよく出るのよね。ん？そこ結構うなってるやん。
結構でもないか、ちょいちょいうなってると。ただしかしトラップだけは要注意なので、ちょっと気をつけながらやってみよう。あと残り2個か。私がちょっと隅っこの方のね発電機ちょっと詰めておいたから、そこもん、ナイストラップ解除、ナイス。さちょっと私ここ1個つけたいよね。さっきジェイクと一緒にね協力してつけたものの、まあここもできるだけ、あ切られてる、見つかったんや。どこら辺かな、ボンドが反応してないから遠いはず。こちらではない、奥か向こうか、あ向こうだ、あっちから来てるわ。ちょっとここら辺で来てる来てる、あクローゼットか。あーこれ難しいとこだって、何もなかったよね多分そこ。じゃあここちょっと私あんまビビっててもいけないから、ちょっとここでねちょろちょろいじりもさせていただいて、ちょっとねここつけきっちゃう、うん、ちょろちょろいじってからの強気でねつけちゃう。さっきの感じからいくとね、トラッパー結構上の方でちょろちょろしてそのね、ひとまず発電機、殺人鬼にプレッシャーを与えないと。でもう一人のジェイクがねもうスタンバイしてるかも。いけるかな、ひとまず私ここちょっと付け切るところまでね、クロレット時間稼いでくれ。そうだね、いるよね、手挙げてるもんね。さっきの感じね結構いる系殺人鬼だよね。でちょっとこっちからくる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 っと行って、まだいる、あらいない、いやいるよね、あれいない、地下室ではないみたい。そして今回足元か、ナイスナイスジーク。だけどちょっとここ溺れ回避して、すぐにはちょっと助けられない、ちょっと戻ってきてるから。で一回ここでやり過ごしてからクロデッド助けよう。あトラバサミ取りに行ったんだ、あそこか、さっきと同じようなところにつけたと。いやこれ気をつけないと。でトラッパーが一応ロッカーを確認して、ちょっと待ってねクロデッド、やばいからちょっとドキドキがなくなってから救おう、うん、いけるかな、今だ今行くしかない。さあでも多分戻ってくると思うからね、ここでどう出れるかっていう感じ。さあクロデット、あのトラバサミにね殺人鬼がかかれば一番美味しいんだけど、美味しい、あっあっ引っかかった、私が解除しましょう。これねパーンとこ1000ポイント、痛い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 クロデット行ってしもうだな、これ行っちゃ、来てるん来てるん、殺人鬼来てるん、こっち来てるんさあ来い、さあ来てみろ殺人鬼、やばいあっちメンバー助けてるわ。いや戻ってきてるよねジェイク、それまずいよね。ちょっと非常脱出口じゃなくてゲート開けないと。どこだこの奥か、 どっちだこっちか、奥だ、あそこだ、ゲート開けないと、うん誰も開けてない、ひとまずね安全ライン。いやクロデと行っちゃうよね、惜しかったな、もうちょっと私の方に殺人鬼が来れば多分ジェイクがねなんとか回復させて、またねクロデットも走り出すことができたものの、いやー今回ちょっと仕方がなかったかな、難しかったよね今回。さあそしてね安全ラインを開けさせていただいてからのここで自己治療、見えやすいところで自己治療しとこう。ジェイクどうなってる、こっちには殺人鬼来てないんだよね。ジェイクがねもう一個のゲート今開けてるかな、どっちだったかな今回、逆側向こう側かな、だったらいいんだけど、向こうを開けて脱出できるんだったらいいけど、向こう開いてないんだったら難しいよね。さあメグちゃん直し終わった、オッケー。ジェイクが来ない、ちょっとジェイクが心配だからちょっと待った方がいいかな。非常脱出口探して待ってるわけないかな、どうかな、ここのトーテムは壊したもんね私、向こうゲートも開いてたもんおかしくないけど、でもこっちに殺人鬼が来ないってことは向こう果てそうだよね殺人鬼も。さあいいかしら、私もこれ脱出できるんだけどもいけないわ、ジェイクが心配だわ。来るか殺人鬼、まだ行ってない、まだかジェイク、こっちにも走ってくる、来た脱出できた、オッケーオッケー、じゃあ安全だったようだね。はい、ということでね今回4人中2人脱出でございました。いやー今回の殺人鬼難しかったね、まあ地下室に連れて行かれたっていうのがね救出困難になるのよね。はい、ということでねポイントは1万ポイント以上と、結構ポイントいってたっぽいね。さあそしてランクがね17になりました、ありがとうございます。さあ気になるポイントの方は、
19,600 か、もうちょっとで2万ポイントだったんだね。はい、というようなね結果でございました。そしてこちらね、いいフラッシュライトいただきありがとうございます。いやーこれ嬉しいね。今回はまあランク帯がねリセットされたので、まあ、みんなね同じようなランク帯だったと。でまあ死んでしまった2名に関してはね1万ポイント以下だったけど、脱出できた生存者殺人鬼ともね1万ポイント以上でございました。ありがとうございます。はい、まあでもやっぱりね生存者はみんな結構パークの方がね揃ってたから、もともとは多分もうちょっと高いランク帯とかにねいた生存者じゃないかなと思います。さあそしてビル G ね、もうちょっとでレベル15なのよね。これレベル15になると、パークの方がねもう一個つけられますので、これでレベル15と。さあ来ました。パークスロット2がねこれ開放されております。2つねパークをつけることができると。おビル G のこういうパークやん。これ何だったかな、今多分説明の方がね出てるかと思いますけど、そういうねパークでございます。はい、いやービル G 固有パークもねしっかりといただきましょう。さあそしてやっぱレベルを上げるためにはねしょぼい、まあ、こういうね3000ポイントあたりのところをこうちょろちょろっと見繕っていったりするのがね一番楽かな。ここら辺かな。フラッシュライトがちょっとポイント低いと。ただポイントの方がなくなってしまいましたので、ビル G ねまたポイント試し台育てていきましょう。さあパーク2つ目、どうしようかな、どれがいいかな。レア度高いのがねレフトビハインドだけど、まあこれがいいかな。自分がニコケフックに吊るされた時とかのねパーク、まあさっきはねこちらのパーク手に入ってんだけど、なんかこうレア度としてはこっちの方がちょっと上そうだよね。緑色だから、まあまあ多分ウルトラレアまで行くんじゃないかな緑色だと。で黄色とこちらのね、パークも一応ビル G 3つねこういうパークも出ております。ただ装備するのはね猶予の時間を与えてくれるパークの方をね装備しております。まあ自分がフックにかけられた時、救出に行った時1回だけね殺人鬼の攻撃を回避することができるので、まあ使い方によってはね結構有効的になるんじゃないかなというところで、ひとまずビル G 装備と。でやっぱりねメグちゃん、いやメグちゃん強かったね今回も。やっぱねボンドがね本当周りの状況を見るときにすごく役に立つのでね。まあこれねドワイト私ねレベル1のまんまなんだけど、まあ石の方でねボンドの方も、定期的に出ていると。この動画上げてるときにはもうなくなってるかな。ボンドの方もね石の方でまたしても購入できる期間が来ておりましたのでね、他のキャラクターの固有パーク欲しい方はね1週間に1回定期的にね確認してみて、欲しいパークが出たらね石の方またはねポイントでも交換できるっぽいようになってるので、まあパークによってなのかな。なのでね石の方が溜まってないけどポイントがたくさん溜まってるって方はね、まあそちらで交換してみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、まあ、石の方を貯めるにも結構試合の方行ってね貯めないといけないと。1試合どうだろうな、試合に勝つと、最高10ぐらいかな石がもらえるんじゃなかったかな。なのでね、500個ぐらい、石を貯めるには、50試合ぐらい行かないといけないという感じなので、皆さんもねデッドバイやっている方コツコツ石の方も貯めてねもうガンガンこういうパークね、取っていきましょう。はい、ということでまたねこちらサバイバルランクリセットされておりますので、まあ、いつもと違う感じでねこれからちょっと試合行けるかもしれないのでね皆様お楽しみにしていただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。